合衆国カリフォルニア州メンローパークに本社を置くコンストラクションテックのスタートアップ。フレクストロニクスやテスラで CEO を務めたマイケル・マークス、シルバー・レイクのマネージングディレクター、ジム・デビットソン、住宅会社、ボルフ・カンパニーのフリッツ・ウェイチ・ボルフによって設立された。モトローラ・モビリティやグーグルでサプライチェーンを担ってきたマーク・ランダルが CEO を務める。 カテラは業界で初めて設計志向部品調達のサプライチェーンロジスティックスから顧客サービスまでエンドツーエンドで提供しており、垂直統合により製造現場の ICT 化を実現し後期短縮、コストやカーボンフットプリントの削減を試みている。従来の建設ベンチャー企業は建設会社から独立した技術者が新開発した材料や 思考方法を売り物にする事例が多かったが、カテラは建設業界の外で活躍してきた幹部が多く ICT を用いた生産性向上を売りにしている。建設業界ではコミュニケーションツールには未だに電話や紙が徴用されているなど ICT の導入は他の業界より遅れている。原因として工事現場ごとに業務が異なり ICT の活かせる標準化が難しい点。 様々な出入り業者に対して情報をウェブで受け渡すよりも紙で渡した方がアクセス権の管理が容易である点が挙げられている。カテラは前述の通り建設業においても ICT を活用して設計、材料調達、製造、物流、建築志向を垂直統合で行い、ビムとサプライチェーンの ERP を結合させた。通常の建設会社では ベンダーやサプライヤーから納入されるバラバラの納期は混乱の元ととなっていたが、カテラでは材料発注、製造、追跡、配送がシームレスに扱えるようにして最適なタイミングで無駄なく現場へ資材や製品を供給可能にした。これにより建設現場では資材現場待ちのロスはなくなり計画通りのプロセスが遂行できるようになった。 顧客が高齢者住宅や複数世帯住宅やドミトリーといった希望の住居タイプを発注すると、クレーグ・カーティスらが率いる子会社のカテラ・アーキテクチャー、LLC や提携するデザインコンソーシアムによって最適なデザインが作られ、アリゾナ州フェニックスの製造拠点で、トラス構造屋根、床システム、外装パネル、内装壁パネルといった 標準化された CLT コンポーネントを組み立てて製造現場に引き渡す流れとなる。ありがとうございます。